近中。帝国、敵が接近中。敵が接近中。接近中。エージェント、何を探せばいいのかはっきりとは分からない。でもチェルネンコはこんなところでも仕事をしたはずよ。だからメモ、日誌、そういったものを探していいわね。SHD テックがたくさんのハードウェアを検出してる。ロシア人はこの処理能力を何に使おうとしている？平時なら多分スパイ活動ね。でもこんな状況だからチェルネンコがウイルスのモデル解析をしている可能性が高いわね。注意、ネットワークにアクセス中。アクセス完了。アップリンク設定中。データを引き出す。これは何、ドクター？これは RNA マップファイルよ。目的はわからないけど、チェルネンコの大量のゲノムデータよ。エージェント、送って。全部よ。警告、対抗措置を検知。
設定中。計画、ネットワークの権限が無効化。どうしたの？エージェント、データが止まった。ハッキングか。エージェント、今のは SHD テックだ。つまりこの付近で誰かが SHD テックを利用してる。そいつが新たな標的だ。テックを手に入れて、チェルネンコのデータとともに手段を用意。注意、セキュリティシステムを調査中。調査完了。注意、セキュリティプロトコル解除。セキュリティタワー解除。LMB の通信を傍受中。コヨーテ1、こちらホーネット、聞こえるか？ホーネット、こちらコヨーテ1。メインフレームのアラームが切られた。そっちに向かう。必要ない。ロシア人は隠し部屋のような場所に閉じこもってるが、長くは持たない。敷地内に JTF はいるが対処できる。 JTF じゃない、そっちへ向かう。ホーネットアウト。あなたたちには去っていただきたい。休ませるな。感電させてやる。
じゃないな。あっちへ行け。彼に私の声を聞かせてくれる？ビタリ、ビタリ、ニューヨークのドクタージェシカ・カンデルよ。イースブルックのあなたの講演後に話をした。互いの仕事も知っている。ドクター・カンデル、私のメモを持っているが無事なのか？ビタリ、大丈夫よ。助けに来たの。ドア開けてくれる？わかった。今。ビタリー、何が起きてるの？ブリーチングチャージだ。急いでエージェント。注意、セキュリティシステムにアクセス中。アクセス完了。警告、 LMB の通信を傍受中。ボス、こちらホーネット。チェルネンコを連れ出し、ヤツのメモを GTF がアクセスする前にサーバーから引き出して消した。もう退去できる。よし。友人たちはどうした？近くにいる。光線の許可は？許可する。第2波の実力を見せてもらおう。SHD テックを検知。 SHD テックのシンクロ中。通知、データベースにアクセス完了。アップリンク設定中。例のエージェントの SHD テックからファイルを入手したわ。分析には数日かかるけど、何かあるわ。恐ろしい何か。手に入れられてよかった。よくはない。目の前でチェルネンコを連れ去られたんだ。メモは手に入れたわ。彼は必要ない今のところは。ああ、素晴らしいデータがたくさんあるわ。